海と日本プロジェクト in 徳島。7月30日土曜日、31日日曜日、吉野川グラウンドで徳島県認定エコイベント2016吉野川フェスティバルが開催されました。川に親しみ、川で川の魅力を知って、川で遊んでいくこと、川を楽しもうという3日間です。本当にこの吉野川、私たちの大きな大きな宝物です。この吉野川フェスティバルはゴミゼロをまた目指すエコイベントでもあります。みんなでこうきれいな川にし、きれいな吉野川にして、水辺に人が集まってくる徳島にしていきたいなと思っております。日曜日の第5回サップマラソンには200艇以上が参加、水上を一斉にスタートする様子は壮観でした。マーボード面白かった、イエーイ、楽しかった、また乗ってみたい。私たちが目にする美しい海、そして自然、これらは多くの人々の手によって守られていることを忘れてはいけません。私たちは海や自然を守り、この美しい徳島の風景を次世代に引き継がねばなりません。海と日本。